グレートネイチャー、今回の舞台は南米ウユニ塩原です。世界一の広さを誇る巨大な潮だまり。この乾燥の大地にひとたび雨が降ると絵画のような風景が白いキャンバスの上に現れます。ウユニ塩原、一瞬の絶景を堪能しましょう。ウユニ塩原があるのはボリビア南部、雨の少ない乾燥地帯です。この真っ白な大地はすべて塩。固く締まっているため車で走ることができます。うわ、広いですね。なんか見渡す限り白い大地が続いてますけど。面積はおよそ1万平方キロメートル、琵琶湖15個分に相当します。塩原としては世界最大、標高6000メートル級のアンデス山脈に囲まれた高原地帯に位置しています。ウユニ塩原が最も美しいのは3月、わずかに雨が降る雨季です。うわ、すごい綺麗ですね。見渡す限りの水、まるで鏡のように上空の雲が映り込んでいます。雨が上がった直後、しかも風が止まった瞬間にだけ現れる奇跡の光景。その美しさは時間を追うごとに刻々と変化していきます。日没間近、ここからが本当の見せ場です。空気の澄んだウユニの星空、天の川の塵のような星々までくっきり見えます。風が止みました。水面に星空が映り込みます。宇宙空間にいるようです。